あ、始まりましたね。はい、今年初の生配信ということで若干ドキドキしておりますが、元気でいきましょう。おめでとうございます。いや、もう終わってるってそれもう終わってるからね。気分はもうお正月から過ぎてるんですよ。おやおやということで、あの、私1月中になんとか今年の手帳を買いました。アナログ人間秋葉美希です。こんばんは。手帳もう卒業してます私知ってるもう全部あれでしょ、スマホでしょ。はい、全部スマホなんで、うん、なんか電話しながらスケジュールとか確認されるじゃないですか。あるある、よくあるよ。わかんないですって言いますそれダメじゃんまだアナログの方ができる人ってことになっちゃうよ。そう、もう全然デジタルじゃ対応しきれない、はい、どうですか、1月もう半ば過ぎてますけど。あ、自己紹介してもいいですか。してくださいすいません、いつすんのかなと思って話し始めちゃったはい、この前、はい、帰り道にイライラしすぎてスカイツリーでいちご大福を2個買って帰りました。福間美里です。スカイツリーでいちご大福を買った。はい、スカイツリーの中でってこと。押上の駅の乗り換えのところに、うん、なんか期間限定ショップみたいなのいつも出てるんですよ。で、この時期はいつもいちごフェアみたいなのやってて、でいちご大福が並んでて、去年も買ったなって思って今年も買いました。あ、風物詩な感じですね。はい、はい、はい、いちご大福いいっすね。はい、はい、なんかごめん盛り上がらなかったわちなみに2個買って、はい、うん、1個はその日のうちに食べて、うん、もう1個はまだ食べてないっていう。大丈夫？ちょっとやばい。え、その比重がいいよね、こういうのね。なんか多分すごいやばいっていっぱいあるけどえ、でも食べればしますよ。美味しくないかもしれないけど。まあそうだね、はい、そのスカイツリーの思い出とともに食べるわけでしょはいむしゃくしゃしたなって思いながら何ですかそれははい、ということでですね、あの、年明け の、 あの、はい、映像見ましたよって言ってくれた方、はい、あの、ありがとうございます。ありがとうございます。そこで募集させていただきましたサポーター、はい、名乗り上げてくださった方いらっしゃるんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。私本当に誰もいなかったらどうしようって思ってて、うん、どうする、サポーターってだって絶対こうやって見つけるもんだと思ってて、これ何、誰をどうしてんの、誰、まあ誰って言ってる時点でね、もうねこうやるもんだと思ってたから、うんうん、私たち一人もこうやってないなと思ったから、ゼロ人だったらどうしようと思ってたんですよ。いやー、いらっしゃったんですよ、ありがたいことに。応援されてます、よかった、よかった、はい、本当にということで、あの、紹介させていただきますねはい、はい、2021年前半はこのサポーターの皆様のおかげでこう発信できております。はい、浅草橋駅から徒歩1分居酒屋蔵屋、おなじみですね。ありがとうございます。そしてスイスさん、演劇鑑賞会福島のタカさん、江戸川子ども劇場タッキーさん、その他匿名希望のサポーターの皆様のおかげで成り立っております。ありがとうございます。ありがとうございます。パチ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 、ありがたいですね。新鮮なお名前ばっかり。はい、まだちょっと口がね怪しいですけれどもはい、慣れていきます。はい、はい、ということでみーちゃん、今年もはいお願いしましょう。ですね、はい、みきさんが言うには、うん、チャンネル登録者数が減ったみたいですそうなんですよ、こうちょっとホラーですね、はい、はい、信じられない話だまあでもね、うん、去年のちょっとあの伸び悩んでた時からはちょっとぐんと伸びてはいるので。そうなんですよ、そうなんです、ありがとうございます。はい、通知がうざい方は通知を切るっていうこともできるみたいなので、うんうんうん、チャンネル登録をしてもらってベルマークは消してもらうっていう、はい、こともできますので、チャンネル登録だけはね、ぜひともぜひともぜひともよろしくお願いします。ちょっとねこう減るとこうなっちゃうからね。そうですね数字で見えるんでね私たちは、うん、そうなんです、そうなんです、はい、悲しい気分になる、はい、ということで、あ、ない、お知らせないの。あります。はい、お願いします。はい、ちょっとね私たちまたまたね、うん、皆さんとね距離が遠くなりそうな事態が起こっていてね。そうなんです、はいはい、私も何人とは言いませんが悲しいことがありました。はい、はい、なのでねちょっとなかなかまた皆さんに劇場で安心してお会いできるようになるまでまた配信で楽しんでもらえるように頑張りたいと思っております。はい、とね、私たちが空いてる時間に適当に配信してると思ってるらっしゃる方も思ってるらっしゃる方もいると思いますけども、空いてる時間に適当に、いい言葉ですね、はい、はい、結構ね、はい、意外と頑張ってるんですよ
頑張って準備して頑張っているんですよ、はい、本番と一緒ぐらい、はいはい、遊んでるように見えるかもしれないけれど、まあ、そうですね、はいはい、なので、まあ、応援してやろうっていう方はコメントはもちろんですが、コメントするなら金をくれ言った。今年初めてのお願いがそれですか。はい、はい、ちょっとね、私たちこの配信投げ銭だけで頑張ってやっていますので、ちょっとね応援してくれるっていう方はね、ぜひとも投げ銭をどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、終わりです。終わりです。終わりです。はい、わかりました。それでは今日ねちょっとやっぱり間空いてる感じするよね。はい、新鮮すぎて大丈夫かな、ね、まあさっさと行きましょう。はい、はい、ということで本日の企画です。はい、あ、お風呂、はい、よろしくお願いします。行きますよ、はい、正月遊びでガチバトル、イエーイ。ということでこの方々登場です。イエーイ。めっちゃ元気。はい、自己紹介お願いします。明けましておめでとう。いや、もう開けてるから、開けてますから。はい、もうこうレギュラー、ね、狙いの3人が来てますね。一面です。そうね、一面です。いつものメンバー、まあ一面なんですけど自己紹介しましょうよ。はい、はい、じゃあ自己紹介します。はい、39期の矢野かなりです。最近は子どもの童謡コンクールの映像を見るのが癒しです。かわいいよね。私も見てる。見ました。見たわ。にゃーかわいい。あれ見た見た。あ、ごめんなさいね。いはい、ぜひ見てください。金村さんどこ見てます？ググってください、ググってください。ちょっと知らない。いや、まず可愛いんで見てください。いや、もうすぐ出てきます。すぐ出てくる。うん、私のツイッターリツイートしてるんで見てください。なるほど、わかりました。超可愛い。はい、じゃあ金村さん。はい、金村ひとみと申します。今日はですね、喫茶店で焼きそばを食べてきました。いいな。イエーイ。喫茶店の焼きそばって美味しいですよね。大好き。食べたことない。食べたことない。喫茶店は焼きそばでしょ。おばちゃんが作ってくれるんだよ。アンスパじゃないんすか。そんな名古屋のよ。東京だよ。アンスパ好きだけど。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、準レギュラーの堀内俊哉です。はい、最近ですね、エヴァンゲリオンの解決編、完結編がやるかなと思ったら延期になったんで。そうですね。で、 でも見に行こうと思ってます。あ、はい、あ、そうだったね、はい、映画がね延期になっちゃいましたね、公開がね。23日からだったかな。うんうん、そうそうそう、はい、それが延期になりました。楽しみがね、はい、ちょっと撮ってありますね。はい、よろしくお願いします。お願いします。ガチバトルっていうことでね、皆さんなんでこれするのかっていう、なんでするのかって話ですよ、はい、正月が欲しい。いや、もうちょっと待って待って、ちょっと意味がわからない。正月が欲しい。あったよ、もう20日ですよ。なかったんですよ。なんでなかったの。ちょっともう、まあ4日から稽古だったんですよ、私は。そうですね、そうだったね。そうでしたね。ちなみに仕事納めいつだったんですか。30日だった。そうでしたね。だからそっからそこまでなんかここまはもうバイトとかできなくって、もうめっちゃクソ忙しくって。めちゃクソ忙しい女優が言いました。はい、綺麗な言葉ね。31、1日、2日、3日、はい、バイト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 来た。働いたね。すごい。休みがないんじゃ私には。休みがないってことはのんびり遊びもできなかったと。正月遊びがしたいんじゃ。じゃあここでやろうよ。やったー。スゴロク？スゴロク。はい、ということでですね、スゴロクはやりません。これ何、みーちゃんに付き合う子なの。今日心外だな。でね、ちょっとね、3つほどね用意したんですよ。セール、これみーちゃんにセールで売ってた。ゲームですか。ゲームですか。違います。何のゲームですか。テレビゲームですか。違いますよ。もうここは体を使って遊びましょうということで。こんな狭いところで。こんな狭いところで。こんな狭いところで。さあ、まず1個目の遊び、これです。コマ回しをしてみよう。コマ回しということでですね、回したことある。コマベイブレードやったことあります。ベイブレード、わかるわかる、ベイブレードだよ。あの、私はね、ゴーシュー。ちょっと待って、カタカナを言ってんじゃない。コマ
昔ね、おじいちゃん家にあった。え、コマ、え、コマですよ。ちょっと待って、もうみんなね、一気に喋りすぎ。なぜか、そう、なぜかコマ同士のバトルなのに人間にも被害が来るっていうベイブレード。じゃあもう早速やってみよう。なんかこれ対決っていうより本当に回るのかどうかおばさん心配。確かに。なるでしょ。できる。先輩たちめっちゃビーストで練習してたじゃないですか。できると思う。40年前。あ、じゃあまずトップバッター2人いきましょうか。誰がいきます？じゃあ、はいはい。おー、じゃあおいちゃん。じゃあもういくよ。おいちゃんいく。あ、じゃあ行こうか。あ、じゃあ行く。はい、金行く。じゃあ準備してください。もしすごい叫ぶんならマスクしてください。規制を上げる場合は。あ、もういいのね。あ、はい、マスクしてない。大丈夫みたいな人たち。すごい、規制は出ないんですか？あ、でも上手っていう前提ですよね、きっと。そうだね。あ、何？もう駒選ぶところから行きますか？始まってんの？そう。皆さん駒回しとかしたことありますか？ね、視聴者の皆さんどうなんですかね。なんかやってるのは見たことあるけど、うん、自分ではやったことないですよね。私もね、あの紐縄、はい、ゴム違うわ、何にも輪っかがないのよね。どういう意味？え、そうなんだ。これだから巻くのがね、どういうことえ、まず巻けるかっていう話なんですよ、これ。あ、そこね、そうですね、今ね、前カメラ、あ、ちょっと機材トラブル、ね、はい、機材トラブルで私たちが映っております。なるほど。あ、来ましたね、来ましたね、はい、さっさと負けって感じですか、これ。大丈夫ですか？いやいや、全然大丈夫ですよ。まずね、こう全身を使って巻いた方がいいと思うの。いやいや、金村さん、どういうこと？負けますか、ちゃんと。これね、さっきね、みーちゃんが練習したって言ってたけど、私そこで初めて、はい、こういう風に巻くんだってことを知ったわけですよ。え、なんかイメージはありますよ。よし、とっとと行きましょう。あ、すげえ。ちょっと手間取ってる。え、あ、行く。はい、じゃあトップバッター金村さん、どんな感じになるんでしょうか。せい、せい、せい。回ってる。回ってる。回ってる。回ってはいる。ちょっと待って。コマってこんな風に回るんだっけ？あ、違う。やりきったか。絶対違うと思うな。え、なんで？え、なんか平成的にはコマってやらないイメージだけど、昭和的にもやらないんですか？はい、やらない、はい、ちょっといい。あ、来た。おいちゃん、やったことあるの？ある。あ、子供のベイブレードですか？え、待って待って、おいちゃん、子供の頃は結構上手だった？あ、なるほど。じゃあそのおいちゃんのコマ行ってみましょう。よいしょ。さあ、やばい、どうでしょうか、これ。やばいよ。何がやばい？なんか見えましたよ。怖い。紐がウキウキですよ。怖い。フレームアウトしますよ。フレームアウトしましたね。待ってる間に紐がぶって。これもう一回こっきりですか？いやいや、まだ時間ない。ちょっと待ってね。うん、大丈夫よ、回して。これね、なんかあの視聴者の皆さん、こういうのをずっと見てます。なんかこコマにまつわる面白い話とかありますか？え、コマ？え、ていうか、美里さん、こんなアナログな遊びやりたかったんですか？本当に？え、私、桃鉄やりたかった。桃鉄って何？え、桃鉄ですよ。桃鉄ですよ。桃って食べる桃？桃太郎電鉄ですよ。キングボンビーですよ。皆さんご存知、キングボンビー。キングボンビー？ここは無理よ。ちょっとね、あの、まず巻くのに時間がかかってしまいまして。ごめんね。ちょっとこの沈黙に耐えられなくて、音でもない。そうだね。じゃあ次、そうですね、手ずつ回したら、堀内さん回せそう。いきます。あ、いけそう。はい。いけ。どうぞ。ああ回ってる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 。すごいすごい。ほらほらほら。ギリギリのところ。すごい。ギリギリ。回ってますよ。映ってますか？あ、追っかけられてます。すごい。あ、すごいすごい、映ってる映ってる。からの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 あ、からのもからの。何、そんなのできんの？すごいすごいすごいからの。え、すごい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 。あ、すごい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 。すごいね。じゃあこの後金村さん行ってみよう。はい。はい、フレームアウトで。はい、ありがとうございました。え、そんなできないんですか？じゃあ、え、難
難しい。やりたい。あ、じゃあみーちゃん行く。やります、じゃあ私もやろう。やろう。待って、私鳥みたいになっちゃうけど。いいよ、二人行っといて。え、だってみきさんもいっぱい練習したから。あけはさんがすごいいっぱい練習してたのを見ました。練習してただけでしょ。いやいやいや、すごい回した。ちょっと待って、それ、いやこれはね、良くないですよ。なんかこう最後に残って、うんうん、分かった、もう最後はそんなに尺取ってもしょうがないから、うん、さらっといこうかな。決めてほしいことで決めてね、パッとね回せるでしょみたいなね。そうそうそう、はい、大会とかで見たらやっぱそうでした。あったあった、あったよ、懐かしい。懐かしい、懐かしいですよ。昔の話ですか、はい、テレビありました。テレビあ、当時ね、YouTube しか見てなかったのね。 YouTube、うん、ごめんね。だかな友達の困っているそこら辺。そう、確かにね、あったね。おめでとうございます。だってあの二人とっても静かに回してる。できた人は傘の上でもう一回回す。みーちゃんちょっとカーテンって動かしてますね。やっちゃったんじゃない。あの人、クーマさんの巻き方良くない。あの色の服を着ていくと透明人間になるんだよ。画像では今コマだけが見えて。あー、行け。あ、矢野さん行ってみよう。さあ行くんだ、矢野かなり。えい。ひどいな。全然できないんだが。え、さっき回せるよって言ってなかった。負けないんだよ。ちょっとそれ皆さんに見せてもらう。え、だってさ、え、こうなる気持ちなんですよ。そうだよ。え、じゃあ美里さんがもたついてる間に何回もやろう。イメージはこここうなって。あ、ごめん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 。右の方のやつがいいですね。あ、右の方ね。すごい、ごめんごめん。カメラがきっと今多分赤が下がってるんでマイクも小さめになってます。これだ。すごいね、はい、今日はいろいろドッタバッタしてるね。ドッタバッタ。ごめんごめんごめん。あ、だからかしら。いい。あ、いい。ちょっとイメージの感じにはなってますよ。あ、でもなんか浮いてんな。よし、もう一回だ。行ってみよう。え、紐の巻き方おかしい。え、なんで？指導した先生が悪いって。誰からも指導されてない。え、違うの？さあ行け。あ、あ、あった。すごいすごいすごい。あ、え、待ってる待ってる。どうしてみんなあの鏡のさ、ギリギリを回しちゃうの、さっきも。なのどうしたらいいの。さあ、チャレンジャー矢野かなり。手に取つ。手に取る。シュン。やっぱこれ見てる間にさ、グニュってなのね。みーちゃんね、そのコマの上でモンブランを作るゲームじゃないんだよ。やってみよう。やってみよう。さあ、せーの、やってみるんだ。おおお、あ、悪くないよ。可能性は感じたよ。悪くない。あ、やった。巻いてくれたものを。できるよ、もう。優しい。素晴らしい。これいけんじゃない？巻いてもいける。せ、これいけんじゃない？フレームアウトしない。みーちゃん頑張れ。フレーム、まあ、フレームアウト。あ、すごい。やばい。からのちゃんと立たないと辛いかも。からの。あ、でも斜めだわ。さあ、ここからの。頑張れ頑張れ。ああ、でもいいよ、よかったよ。うん、私のおかげだ。そうだね。え、ちょっと待って、私やってみるね。ここで、あの、ついにご登場ということですよね。本命です。秋葉先生。え、だって巻き方じゃないの、これ、ほぼ。まあ、ほぼ。最初のね、1、2巻きぐらいがキュッてしないと、グリ
が効かないで回らない。お、かなりのやつすごいいいんです。私もう巻くのプロです。なんで巻くのはプロ。巻き職人。あ、巻くのマジプロ。必ずできる。こう待って、怪しい怪しい怪しいな。練習してましたよね。こうだっけ、こうだっけ、多分こう、え、こう、そうじゃないですか。こっちでビースターで練習してましたよ。いい、隣はこうやるけど、え、こう。でもね、多分重要なのは引くタイミングなんですよ。じゃあ、いきます。え、こうかな迷ってる。せーの。怒ってます切れてる。切れてた。めっちゃ前に来ちゃいました。たまにがご機嫌。待って、本当だね。まさにちょっと、え、負けない。私でももうあれここに来てからほぼコマ回ってる。いや結構さ、金以外成功してんだもんね。ちょっとおかしいよね。それでもあのみーちゃんのはあの巻いてもらってるっていうあれがあるから、いや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 、自力じゃないよな。自分で巻いて、そうだよ。でもちょっと待って、かなりすごい上手だったね。これさ、やってるとすごい面白いんだけど、なんか見てる人なんかあそこちょっとここ、こうしてああしてとか言いたくなる。確かに、みんなできるのかな。できるんじゃない。でもなんかこう、あ、そうね、イメージありますよね。そうだ、そうそうそう。あ、もうダメだ。いくよ、頑張れ。あ、すごいすごい上手。すごいすごい。からの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 早くからの。さ、すっごいボンボンいってんね。ごめんごめんごめん。今止まってない。くる。お、うまっ。おお。成功。そしてまだ。もうやめよう。もうやめよう。いやいや。いいじゃん。あと一回いいよ。だってもう、もうモンブラン。頑張れ。ちょっとモンブランが。モンブラン、モンブラン美味しそう。頑張れ。え、もうダメだ。あと1回だけだよ。音楽も、音楽も終わったよ。もう絶対それできないよ。さあ投げてみないよ。できるかもしれない。やってみよう。もしかしたら奇跡的にもある。飛んできた。いや、投げた瞬間飛んできました。おいでー。はい。え、これどんな駒が消えましたと。勝ち負けでしたこれ。これな、これなんか戦いでしたっけ。何でした。やってみましたけど。ああ、記憶に残る回転だったり。まだこれあれですから。まだ1個目だもんね。1個目だから。まあ、結果これは何、ミキさんが上手だ。おいちゃんとミキさんかな。いやいや、かなりさんも。まあ、矢野さんも。まあまあ、待ってたよね。いや、ちょっと待って。紐の巻き始めはぎゅっと強く、だんだん力を弱めて優しく巻いていくといいですだって。そう簡単に言いますけど ねできないんですよ。上手な人から教わると小さい子でもすぐに上手に回せるようになりますよ。誰か教えてくれ。誰からも教わってないんじゃ。そうか。ってことはさ、今みーちゃんに教えた私たちが下手だったってことで、ね、まあ、そういうことですね。そうだ。そうか。はあ。むずい。気を取り直す、みーちゃん。正月って難しいですね。楽しかった。やっぱ時代はデジタルですから。ちょっと待って。アナログすぎたんや。まだあと2つ用意してありますから。まだ2つ。正月遊び。これで挽回しましょう。なるほど。みーちゃんの気分を。じゃあみーちゃんの気分を盛り上げるために歌を。お、歌いましょう。歌か歌を歌おう。あの歌ですよ。あの歌、じゃあ準備するね。準備。そんな準備必要。なに、なに、どうされたんですか。何の歌歌うんだろう。やっぱりこれはすごい。どうされたんですか。さすがですね。担当カラーはやろうなんですね。そう、やろう。カラーがあるのね。そうなのよ。これかなりが歌いたいって言ったんだよね、この歌。あ、そうです。あ、すごい嬉しそう。今日は終始かなりが嬉しそう。そう、珍しい、怒ってない。一面なんで。
一年なんで。いつもいた？そんなにいました？だいたいこんなねメンバー。配信に来ればいる人ですね。あのこの歌一瞬で終わってしまいますので皆さんあのしっかりお聞きいただければと思います。はい、はい、あら堀内さんのマイクが入ってないかも。なんだって。堀内さんのマイクってだっていつも入ってないじゃないですか。そういう扱い。おいおい音がちっちゃい。これしかしてどうですか、おいちゃん入ってますか。入ってますか。あって言ってみて。あダメだったらあっちのさっきのあれマイクでやる。どうですか皆さん、おいちゃんの声って堀内俊也の声は皆さんに届いてますでしょうか。いつも俊也さんのはちょっと上げ目でって言われてるんですけど。じゃあ今上げてみたらどうかしら。どれですか俊也さん。これ何ですか。今頃チェック。ちっちゃい。ほらやっぱ俊也さんのマイクは上げ目じゃないとダメ。そうだね。あじゃあこれゲインマイクノリが悪い。ゲインを上げよう。ゲインを上げる。うん、これこれこれだ。うん、これでどうでしょう。ああああ上がった。上がったんじゃない。来ましたね。さあすいませんね。どうでしょう。はい、ありがとうございます。 OK 出ました。 OK いただきました。じゃあ行きますよ皆さん元気に。はい、はいはい、夢の乗り換えステーション。うやば、隣の人たちやば。すごい。やった。あのね、橋の二人すごい息が合ってた。怖え。ちょっとあと3回ぐらいやりたいな。すごい、なんかもうスタッフの社員さんがもう悶絶してます。あのね、何に悶絶してるかっていうとね、あのこれやりすぎてこうなってる。全然マイク入ってないっていう。それ1年目に先輩に怒られるやつ。初歩的なミスよね。やば。またね、2021年新たな気持ちで今日ここに立ってるわけですね。そうなんです。だからマイクからも外れてしまうと。もう外れていこう。決められたレールは歩かない。いいよ、いいいい、脱ぎます。はい。もう私満足したんで帰ります。待って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 、わかんないよ、桃鉄作るかもしれないよ。あ、本当ですか。桃鉄あと2つあるって言ってるから本当にもう歌詞も間違えたし、もういいかな。気持ちが落ちちゃった。気持ちが。さあ次これ用意してますみーちゃん。はい、羽子板。あ、羽子板やりたい。はい、ということでまたアナログだ。これね、羽子板を羽子板？羽子板で羽子板を羽子板で羽子板から今日ふわふわだな。2人でどれだけラリーが続くかっていうのをやりたいと思う。なるほどね。で、これ1分の間かな。1分間の間にどれぐらいラリーが続くかっていうのをこうチーム戦でやりたいと思います。はい、じゃあ1秒に1回打ち返せばいいってことですね。そうですね。そうだね。あのラリーが続いた数だから1回も落ちちゃったらダメだよ。まあ30回ぐらいはできるんじゃない。確かに、まあ、確かにね。まあただそのチーム戦でラリーの数が少ない方はあの今日これ用意してるんであの
顔に。ちょっと、待ってそれお正月のやつじゃないですか。白、白のやつや。あのこれでほら、バツつけるとかあるでしょ。えここ丸つけるとか。ちょっと私女優なんだけど。待って待って、電車乗ってお家帰るんですけど今日。いや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 、顔にね、こうこれやらないと気分が上がらないんで。電車の人はいいんじゃないですか。いや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 、こう激しく走ったら一丁らだし、白の白のシャツが困っちゃうな。僕中のシミって取れないじゃないですか。めっちゃ反対にあったので、心優しい方がシールでバツを作ってくれましたので。シールなのね。はい、顔に貼ります。よかった。じゃあこれはボツということで、はい、収めちゃってください。じゃあまずペアを決めましょうか。あの5人いるんですけど、今1人は私はあまりで、この4人でペアを組んでください。じゃあさっきと違うペア、違う方がいいかな。さっきと違うペア、そうだね、違う絵にしたいね。こうかな。あ、じゃあそうしましょうか。じゃあそこで先にどうぞ。はい、じゃあ金村屋のペアと堀内福間ペア、どちらが先に行きますか。じゃあ先に出れそうなまま行きましょうか。じゃあ準備お願いします。余裕でしょ。1分間でどれぐらい続くかですよ。顔に墨入れようって来てます。はい、やっぱり。いや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 、墨は落ちないから。だって羽子板もやったことないんですけど。え、ないの。え、あるんですか。すごい当然のようにやったみたいな。え、あるよ。ありますよ。あるわよ、あるある、ある。玄関先でみんなでカーンってやる。家にあるんですか、羽子板が。ある。ええ、え、バドミントンしかやったことないの。ほんと、お正月はね、やってました。お家で、お家、お庭で。ないです。ほんと、カーンっていう音が結構ね、激しい音がするんだよね。お庭に羽子板できるスペースがない。あー、なるほど、うち田舎だから。テニスのおじさん。あ、もう準備できました。ね、そういう感じだよね。じゃあ、1分間測りますよ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。私が、よいスタートって言うからね。はい、よいスタートって言ったら分かりました。じゃあ、はい、いきますよ。1分間でラリーどれぐらい続くかな。よーい、スタート。えい。お、あ、上手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 、ロック。あ、すごいね、ロック。最初にしては上手だよ。ほい、3、4、うまい。5、6、お、7、8、9、8、すごい。20秒経過。上手。すごいじゃん。1、2、3。え、今9が最高だっけ。8です。8か。2、3、4。惜しい。上手、上手。35秒経過。1、2、3、4、5。でもうまい。テニスの王子様。私も。テニスの王子様関係ある。テニスの王子様関係ある。違うよ、テニスは違うよ。私スポーツ漫画一切読んだことない。大丈夫。あ、今何回だ。9、8、7、6、5、4、3、2、1。カン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 。8だよね。8が最高です。おー、すごい、すごい。さあ、じゃあお次のお二人準備してください。はい。あー、そうですね。私叫ぶからマスクしようかな。あ、それいいかも。その方がいいよ。叫ぶかな。いや、絶対に言いたくなると思う。あの、実はですね、これお正月おめでとうございますっていう時に購入していたマイクをつけております。結構ガサゴソ言ってることでしょう。はい。思ったよりいけなかったな。いや、10いけると思ったのにな。本当に。でも全然なんかいい感じに続いてたよ。いや、でも予行練習してた人たちよりは上手。さっき羽子板どっちでって言ってたけど、え、本当は絵がついてない。こっちね、打つのは。え、やっぱそうなの。本当はここに飾りがあるんで。そうだよ、そうだ、そうだ。なんか立体的でしたよね。確かに確かに。 3D だ。なんでみんな映ってんの。なんでだって昭和だもん。羽子板お家にあるもん。田舎っぺだから。そう。え、じゃあ行きますよ。準備よろしい。さあ、よーい、スタート。オッケー。絶対続きそうにないよね、あのスピード。
あっとと嫌な予感がするぞ。10秒経過。見えない。ちょっとみーちゃんやばいぞ。場外です。これやばいんじゃない。消えるまったの。はい、そうだね。蛍光灯でさ、なんかやっぱり山がいいんじゃない。あれ今3段ぞ。せーの。30秒経過。頑張って。もっと死ぬ気で弾を拾いに行かないとダメですよ。コートでは一人一人きりよ。爽やかな感じだね。おか村方コーチ。村方コーチ。残り10、8、7、5、4、3、2、1、ピンカ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 ン。 3? 3回だ。3です。さあということで、お二人にはバッテンつけていただきます。バドミントンならできた。さあお二人には罰がつきます。お好きなの選んでください。さあはい、つけてください。あ、可愛いところにつけましたね。あ、ちょっと可愛くつけてる。可愛くつけたな、あの人。あざとい。鼻高く見える。鼻高く見えるって。鼻が高く見える。あ、え、ない。どうしました。どうしました。どうしました。破れました。そこに養生テープありますよ。はいはい、ということでこちらは、矢野さん、金村さんのペアが勝ちました。上手だった。イエーイ。やった。これね、みーちゃんもう一回やりたい、やりたい。じゃあ違うペアでやってみようか。まあ、ミキさんがね、こう登場なんじゃないですか、これ。マジですか。私、うまいと思うよ。出た。フラグだ。フラグですね。じゃあ次、誰がお休みする。いいんじゃない、みーちゃんと。私はやっていいの。うん、ダメ。逆にみさつさん、誰とやりたいですか。あ、なるほどね。あ、そうだね。誰とだったら。私。あ、かなりとならいけそうと。お、上手だったね。ちょっと私も上手だったな。んなの、なんなの、なんなの、あの人。どうしよう、じゃあ私やっていいですか。いいよ。じゃあ規制を上げるから。もう、あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。年の数だけやると宣言しております。30回やるの。いやね、これさ、盛り上がるね、やっぱね。意外と楽しいですね、やっぱり。やっぱ天井が高いと、パコンって打ち上げてる。かなり意外と器用だよ ね。コマも上手だ。さあ、いきますよ、ラリー何回続くでしょうか。よーい、スタート。やっぱみーちゃんなんじゃないかな。にもね、あれ。あれ、落ち着いて、落ち着いて。10秒経過。あれ2じゃない今のところ。大丈夫だな。熊に問題だな。若干楽しそうだ。あ、嘘。あれ。さあどうですかね。30秒経過。山なり。2ですね。2ですね。山なり、山なり。そうそうそう。4、進んだ、進んだ。4来ましたよ。4行った、今行ったと思います。5です。5です。5まで行きました。残り10秒、9、8、7、6、5、4、3、2、1。今の大丈夫ですか。1、カン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 。5です。5、ちょっとだけ上手になったね。さあ次私行こうか。はい。じゃあ金村さんとやる。分かりました。そうですね、記録保持者ですからね、チーム的には。しかしカンカンっていう音久しぶりですね、やっぱね。羽子板の音って。なんか近所の近くでなんかカンカンっていう音はよく聞いてましたね。やってる人はいましたね、きっと。
ええ、妹さんと、え、よくやってた話したってそっちがいい？あ、でもいいですよ。疲れちゃった。あ、見えないのこっち本当そんなことないけど。さあ、どうなりますか？記録みーちゃん、これ分かれる？はい、はい、10回は行きたいですよね。行きます。はい、でも5を書ければいい。よーい、スタート。5位か、5位か。いいぞ、いいぞ。飛び込みがありました。1、2、3。あー、超えられた。あー、欲しい。8、今、タイ。嘘、嘘、嘘。すごい。はい、10いけるんじゃないですか。あー、1、2、3。あー、失った。あー、だめだめ。優しさ、もう、でも、もう超えられちゃったよ。超えられちゃった。ショックが続いて。いいですね、いいですね。いいですね。優しさ。いやー、ごめん、ごめん、ごめん。惜しい。上手だ。上手。する必要ありました。え、やば、最高記録だ。カン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 、やったー、やった赤コンビ、すごい、イエーイ。赤コンビ 11?15?15? あ、もっと、イエーイ、すごい。罰が足りないんじゃない？あ、うちら罰だ。やべ、そうだよ、罰だよ、罰、罰だ。くそ。え、じゃあ罰ください。カネさんおすすめの選んでください。じゃあどれを。これヒゲ。お、ヒゲつける場所こうだから可愛くするの禁止だよ。ねえ、一緒なことになる。罰とつながってるヒゲが。割とこう、はぁってなる。どう、みーちゃん、楽しい？全然楽しくないんですけど。負けてるね。負けてるね。全然上手にできない。今も回んないし。お正月が上手にできない。正月向いてないのかもしれない。いやいや、この最後のやつは向いてるかもしれないよ。桃鉄。桃鉄？桃鉄来るか。初。もう、あ、本気になっちゃったね。すごい、なんか。黙っちゃうな、疲れすぎて。確かに騒いだね。桃鉄、楽しかった。びっくり。でも羽子板結構できたね。できましたね。てか、じゃあ金村さんが一番上手ってことですね。そういうことになるよね。なかなかそんなこと知る機会が今までなかったから。みんな知らないか。特技に書けますよ、プロフィールに。羽子板好き。それいいんじゃない。特技ラリーができる。15で何のオーディションに受かるの。15。さあ、もうこれ最後、これいこうよ。はい、なんだろう。てか、これそっか、つけたままつけたまま最後までいきますよ。はい、さあ、これです。はい、皆さん大好き、大好き都道府県カルタ。やったー。おい、さあ、ということで、これこれいいでしょ。ついにできるかもしれない。ついにできるかもしれない。そうか、年末にできなかった。そうだ、そうです、やつだ。そうです、やりたかったのに。さあ、ここでやりたいっていうことで、私たちもね、やりたいなと思っていたので、はい、これで行きたいと思います。はい、で、これまでの経験上ですね、はい、あの堀内俊也は結構いけるんですよ、これ、うん、そうかな。なので、これシードとしまして。シード。はい、これチーム戦にしたいと思います。はい、で、見た通り奇数なんで2人対3人ということで、どちらのチームがより多くカルタが取れるだろうかという。はい、なるほど。はい、という形で争いたいと思います。いいですね。なので、おいちゃんのところは2人になります。あともう1人プラスで2人のチームです、おいちゃんはね。はい、なるほど。 OK。 はい、違うね、3人だ、間違えた。3人の方。そうだ、1人ずつ取るから3人のチームの方が回ってくる回数が少ない。そうです、間違えました。さあ、ということで、はい、私たちで2-2に分かれたいと思います。はいはい、はい、グッパーだっけ。私、みーちゃんとやってないよ、まだ。あ、じゃあここペアにやろうか。じゃあ、カネさんとチーム、うん、じゃあ、かなりと。なんでそんな嫌そうな顔してんの。だいぶおとなしくなったね。強そう。
待って、カネさん、カネさんに行こう。強そう、勝てる、これは。じゃあ、おいちゃんと、おいちゃんと一緒になる方は、違うじゃない。違うじゃない。ちょっと待って。違うの、間違えたか。あ、そうだ。ん？ルールが難しい。難しい。待って、じゃあ勝った方がおいちゃんを獲得できるってことにしようか。あ、そうしましょう。なるほど。じゃあかなりとカネでじゃんけんしてください。わかりました。最初はグーじゃんけん、はい。じゃあおいちゃん獲得はカネとみーちゃんのチームでーす。さあ、ということで、さあ行きますよ。終わったな。ここに札がありますので、はい、読んでいきます、順番に、はい、順番に、うん、この中から、うん、あ、ここにあるんだけど、この山の中から適当に抜いて読んでいきます。はい、じゃん。さあ、そして、うん、皆さんは、うん、この県だって分かったらまず県名を答えてください。はいはい、はい、で、県名が分かりましたらご存知、あの形がいろいろね、県ごとに、うん、都道府県でなっているカルタを取って当たってるかどうかっていうのをまたそこでポイントを、はい、ゲットできます。はい、まず県名で1ポイント、はい、この場で答えればいいのかな。ね、あちらにご用意しておりますので、はい、立ち位置に1人ずつ、各チームから1人ずつ出て立ってください。はい、わかりました。さあ行ってみましょう。まずセッツしてください、1人目の人。私とかなりは2人だから、かなりから行こうか。ルールちょっとあんまよかった。まずおいちゃんはのけときますか。そうですね、とりあえず。まあやってみよう。じゃあ私行きますか。はい、はい、はい、あ、さっきまで味方だったのに。さあ、これはね、5分間やろうかな。さあ、マイクは、カメラの横にマイクがあります。カメラの横にマイクがありますので、県名が分かったらそこに行って答えてください。いや、別に後ろ向かなくてもいいよ。でね、立ち位置がありますので、皆さん立ち位置、はい、そこに立ってください。これ私が測ればいいんだっけ。5分。はい、じゃあ行きますよ。さあ、では最初の札はこちらになります。じゃじゃん、じゃじゃん、ねぶた、ひば、りん。答える、まず県名答えて。にんにく、あ、青森県。正解。さすがです。さあ、じゃあ青森県の札を一緒に探します。スタート。早い、かなりも探して。青森で、青森県です。あそこにあるな、あそこにあるな、あそこにあるな。さあ、それは違いますでしょう。青森県。え、ではありません。せーん、ブーブー。それ後ろ見ちゃうと答え見えちゃう。神奈川県だ。はい、はい、じゃあ残念、やり直し。かなり見つかった、ね、全然見つかってないじゃん。全然見つかってないじゃん。青森だよ、青森県だよ。先っちょっぽいやつ、タッピー岬がありますね、はい、青森県には恐れ山もありますね。恐れ山、これに時間制限が必要だったよね。見つからないね。はい、もう青森見つからないじゃん。違います、違います。はい、残念でした。両方とも、はい、当たりませんでした。青森だ。じゃあ金村さんが青森県当てたから1ポイントね。よし、さあ、じゃあ次、選手交代。選手交代、先に行こうかな。星谷さん、どうぞ。むずいね。すごい泥仕合だった気がする。どっちか当てようよって。いきますよ。華厳の滝、いちごかんぴょう。ほら、あれだよ、あれ、はい、あれ。はい、はい、はい、とじやさん。栃木県。ピンポンピンポンピンポン。じゃあ栃木県を探してください。よいどん。堀内さん、なんか海賊のキャプテンみたいな顔。ひげが自然だね。どうでしょう。あ、ポンピンポンピン、ひっくり返してください。栃木。あー、すごい。あれさ、喋らない。今思いついたんだけどさ、
栃木県って言ってせーので同時に2人で撮ったらどう？あそうだよあそうなの？本当はそう。あ本当はそうなの？うんそうしよう。わー兄ちゃんがせーのって言って撮るの。はい。じゃあとしやさんとみきさんに1ポイントずつ。はい。よし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 。まだ金村さんチームの方がね2ポイントですね。じゃあかなりちゃん行こう。はい。よしみーちゃん行け。どっちも2ポイントだよ。いや形を探すのがね難しいね。そこよ。今面倒っつった。面倒。さあこれいきますよ。こうラッキー問題が来るかどうかですね。じゃん。スズリ、フグ、カルスト大地。分かったよ。ふん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 けん。今フグでしょ。フグ、うん、フグがいいヒントだよ。ほらフグはあそこよ。なになに。そりゃ海ある。そりゃそうだ、うん、そりゃ海ある。そりゃ海あるよ。じゃあこれスルーする。パス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 ある。なにそれ。さあパスしましょうか。あはい、後からお教えいたします。さあ、では次いきます。のどぐろに友禅金箔。石川県。すごい。さすが地元。これちょっとサービス問題出ちゃったね。さあ、石川県を探せスタート。お、あいや、さすがです。はい、正解でーす。おー、さすがです。さすがですね。早かったね。早かったね。よしよし、みーちゃんよくやった。矢野さんがふてくされてる。ふてくされてる。楽しくないそうです。石川県持ちやすそうですね。こうさあ形あと30秒しかない。あらじゃあちょっと当てるところだけやってみよう。うん。あ、金村さん。あ、私？あ、おいちゃん、あ、え？いきますよ。高野山、梅、柿、みかん。高野山ですよ、高野山。高野山、梅、柿、みかん。ほら、梅と言ったらですよ。全然わからん、そんな言われても。梅と言ったらですよ、高野山ですよ。パスしますか、パスしますか。パス、パスです。おい、パスです。室戸岬、ナス、ニラ、カツオ。室戸ですよ、室戸。じりじり。ブブー。早く言えよ。金村さん一回一回。土佐。ブー。土佐。土佐県。土佐ってどこ。高知県でーす。5分経ちました。カン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 。あ、そういうことか。残念、ちょっと残念。県名だから。県じゃなかった。なんで室戸岬でさ、北海道とか行っちゃうわけ。いやでも分かる、気持ちは分かる。やばい。あ、ここに座ってたら分かる。カツオ。そうだね、カツオね。あー、一個も分からん。あれさっきの何だったの。あの、高野山、梅、柿、みかん、和歌山県。紀州です。そうか、そうだ、紀州だよね。そうだ、もうずっと愛媛って思っちゃったから違うよなと思って。さあ、ということでですね、どうですかみーちゃん、こう3週正月遊びやりました。カルタはもうちょっとやりたかったな。確かに。ちょっと順番間違っちゃったね。石川県はちょっとな。ちょっとね。あ、石川県分かりやすすぎて、ちょっとそれはつまんなかったぞっていうことですか。はい、なるほど。じゃあまあ来年やろ。来年。みんなお年玉をくれー。あ、なるほどね。正月といえばですよね。お年玉をくれー。さあ。どれぐらいね、こう心に響くんでしょうかね、この罰が。
どうしよう、ちょっと今日のあれじゃお年玉もらえないかもしれないな。わからないよ、このヒゲに免じて何かこうみんなの心が動いてるかもしれない。あ、頑張ったんだなって。いやー、こう反省いろいろしちゃいますね最後春田だと。確かに。ちなみにスズリフグカルスト大地は山口県、うん、山口県でしたね、うん、だと思った。そうよ、何言ってるか分かんない。だってフグだし、何言ってるか分かんない。フグしか聞こえなかったよね。フグしか聞こえなかった。あ、なるほどね、私の発音が悪かったと。なんか聞きなじみのない言葉しか。そういう意味ね。スズリすずりカルスト大地。なるほど、カルスト大地はよくわかんないけど、って言ったらもう山口しか出ないでしょ。そうだよ、フグなんてどこで食べれるじゃん。いやいやいや、山口しかない。昭和うるさい。一緒くたにされちゃうから、ね、先輩チームうるさいって言われちゃうから。はい、ということで、あの今日はね正月遊びで遊んでまいりました。来年やるときにぜひ100人一首も入れていただきたいと思います。やったことない。神の句下の句分からない。さあ、ということでですね、あのもう本日遊び倒して終わりの時間が近づいておりますけれども、はい、はい、次回1月30日予定なんです。メモしてください。今声ガラガラですけど大丈夫ですか。プリンが届きました。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。嬉しい、私の声が届いた。心がね動きましたね。はい、で1月30日なんですけど、やる内容はですね、もう決まってるんだ。そうなんですよ、これね初めて。なんかね割と真面目にやることなんです、これ。初めてなんです。こう専門家に学ぶっていう。あ、なんだ、専門家をお呼びするの。そうなんです、専門家をお呼びして私たちがそれを学んでいこうという。題しまして、はい、男役の美学を石川由里に学ぼう。専門家。イエーイ。なるほどね、待っておりましたよ、この回を。専門家か、そういう意味か。専門家知ってますか。あのうちに石川由里というね、いますね。はい、いるんですけれども、背の高い石川さんがバズったから。ちょっとひょっとして乗っかろうとして、もしかして。あのね、私はねウリに聞きたいのは、あの手の筋の入れ方とかね。それミキさんが習って何か活用できるんでしょうかね。ちょっと疑問はありますが、ね、できないと思うんだけど、ま、え、何学びたい。男役の美学、前髪の作り方。確かに。なるほどね、どうやって立たせてるのか。いいよね、いいよね、うん。え、かなりはどうですか。ダイエットの方法。え、男役にゆりさんやるときめっちゃ絞るもんね。あ、なるほどね、なるほどね、そういうのあるんだね。というようなことをね、こう学んでいこうと思ってるわけですよ。楽しそう、これすっごい楽しみです。あの皆さんもこういうことを、ぜひ聞いてみてとかやってみてっていうのがあったらぜひ連絡ください。プリンまで。男役ね、なるほど。プリンまで。あのね、あ、そうね、男役、私も男役ね、やったことあるから。あれですね、あの主役やってらっしゃいましたもんね。結構。そうなんですよ、何作品も結構主役。そうなんですよ、男役、あの男の子、男役をね、うんうんうん、男役をねやってるわけです。あ、金村さんも男、私もね女性の役より多いですね多分。多分ですけど多いと思います。あ、じゃあもう学ぶ必要ないかな、卒業ですかね。さあ今日ね、あの正月遊びということでやってまいりましたけれども、おいちゃんどうでした。はい、久しぶりにアナログな遊びをして楽しかったです。アナログ、アナログ、アナログですよね、まあ、確かにね、確かに昔ながら、そうね、はい、金村さんどうでした。はい、意外にあの羽子板の才能があって。明日から自慢します。ぜひ書いてほしい、はい、ね、プロフィールに羽子板1級マネージャーに15回で、はい、矢野さんどうでした。都道府県カルタはもうちょっとやりたかったですね。あ、そうだったね。私の分かる県を出してほしかった。あ、それクイズじゃないじゃん。そうね、分かるものが1個でもあると楽しいもんね。そうですよ、本当分かんなかった、マジで1個も。これはね、ぜひリベンジしていただきたいですね。リベンジします。はい、ありがとうございました。はい、みーちゃんどうでした。モテツやりたい。買ってください。一生言ってる。モテツやりたいよ。じゃあまたの機会に、それはこのね、どっかやってください。お年玉、お年玉待ってます。それはね、皆さんね、あのぜひ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 です。お年玉待ってます。さあ、ということで、次は1月30日にお会いしたいと思います。これで終わっていいのかな、いいのかな。2月14。あ、大切なことを忘れておりました。
皆様、実は、我が劇団にはファンクラブがございます。 IFC というファンクラブがございます。2月の14日初めてのリモートイベントをしようと思いますので、詳しくはまた会員さんを通じてお届けいたしますので、一般の方も会員さんの紹介があれば来れますよという企画でございます。ぜひふるってご参加ください。お願いします。お願いします。いきなり滑舌が良くなりましたスイッチが入りましたね今いきなりはい、ということでまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。